で喋りが上手くなる方法はありますか？会社での3分間スピーチや朝礼での発表だなどうまく説明、話ができません。緊張もあると思います。完璧がないので事前に頑張って記憶すると逆にセリフが飛ぶ時がありフリーズします。有能な人は喋りも上手い紹介をします。何が違うのでしょうか？えっと僕多分誤解をされて今質問されてる気がするんですけど、あの僕一人で喋るのってすごい苦手なんですよ。なのであの朝礼で発表とか挨拶をしろって言われたら僕できませんって言いますね。 で、会社で3分話をしろっていうのは多分できませんって言うんですよね。あの、講演会のようなものっていうの僕結構受けてるんですけど、ただあれ全部その一人で喋るんだったらって断ってるんですよ。あの一人で喋ることはできないので、パネリストとか対談という形であれば受けますよっていうのにしてて、あの一人で喋るっていうので仕事を受けたこと多分ないんですよね。あの、20代の頃に何回かやって、あ、これ向いてねえやって気づいたんで、 僕一人喋りはもうそれ以上スキルを高めるっていうのを諦めたんですよ向いてないからまあ何でも向いてないかっていうとあの喋りたいいことがないんで,すよ、ね、でそのこ,これ喋りたいっていう人ってあのほっといても1時間とか喋る人っているんですよなんかおっさんとかでずっとなんか喋りたいこと喋りるみたいな人いるんですけど僕しゃべりたいこと全然ないのであの 聞かれたら答えるんですよ。あの、これこどうですかどう思いますかって言われたら、あ、こう思いますよって言うんですけど、例えばじゃあ高校生にいて、高校生に伝えたいことをお願いしますって言われても、何にもないですっていう。なんかじゃあその若手サラリーマンに何か伝えたことありますかありません。なので、あの、喋りたいことがないんですよね。で、その、例えばじゃあ、これについて説明をしてくださいみたいになると、僕説明短いんですよ。あの、 そのじゃあえっ、ー、とじゃあ例えばじゃあ今そのなぜ日本円が円高方向なのかっていうのもさっきそのアメリカの選挙があってねみたいなのも多分喋っても1分ぐらいで終わってると思うんですよね。っていうので割と僕説明って短くなっちゃうんですよ。もともと短い方がいいよねっていう癖もあって。 で、それを喋った後に、ここがわかりませんとか言われたら、あ、この人はここがわからないんだっていうので、じゃあそれを広げようっていう形で話を広げることができるんですけど、あの、なんか別に質問とかはここがわからないって言われないんだったらもうそれでいいんじゃねって思っちゃうので、なので、あの、僕あんま向いてないんですよ。ただ、一応その話をうまくしようと思って話、話しゃべるようになるのを思って、中学生の時にやった訓練は、あの、独り言を喋るっていうのを恋にやるっていうのをやってました。 その思ったものを見て、ひたすら喋り続けるっていうのを故意に練習することで。あの、ある程度、こう、なんか、人と会話をする訓練っていうのをしたことあります。要は、あの、喋る気が全くないんで。あの、基本的には、その、喋ろうっていう気にならないんですけど。ちょっと、あの、見たものを喋るっていうのって、会話にもなるじゃないですか。なんか、あ,あ、そこに猫いるよね。あ,あ、黒猫だね、みたいな。 で、えっ、ー、と、コメントでお部屋に誰かいらっしゃるんですかっていうのがなんですけど、その YouTube 配信でなぜできるかっていうと、酒を飲んで頭がおかしくなってるからです。あの、僕、白札だとできないんですよ。なので、あの、基本酒飲んでるんですけど、で、その、 酒を飲んで頭がおかしくなってると、そのコメントで文字列で読んだものを何か相手がそこにいるのではないかと誤解をして、その誰もいない部屋に向かって一人で喋り続けるっていうのが一応可能になるんですけど、これは僕頭が悪くなっておかしくなってるからなんですよ、酒で。なので、あの酒で頭がおかしくならないとできないっていう、はい。 えひろゆきさんこんにちは。asd 高校2年男です。喋る時に敬語になってしまいます。相手も敬語になってしまって喋りづらいです。男女同い年の年上と年下でも敬語になってしまいます。ひろゆきさんみたいに喋りたいです。どうしたらいいですか？が抜けてますけど、えっとまず何か誤解してると思うんですけど、僕基本敬語で人と喋ってますよ。あのちょうどその青森にあの旅をした。あのちゃんっていうあのアーティスト歌手の方と旅をした動画が日経テレ東に上がってるんですけど。 僕は、あの、小学生相手とかでも敬語使っちゃうんですよね。まあ、途中からタメ口になってると思う。あの、タメ口と敬語混ざってると思うんですけど、基本僕は、あの、他人に対してはほぼ敬語なんですよ。で、会社の人とかでも年下でも敬語なんですよ。なので、あの、ひろゆきさんみたいに喋りたいですであれば、敬語を使うべきであるになるんですよ。なので、あの、僕がその敬語を使わないっていう印象をどこかでお持ちなのかわかんないですけど、あの、敬語使えばいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 あのそのフランス語って、あの敬語とその友達的にしゃべる言語っていうのが2種類あって、明確にその分かれてるんですよ。あのその友達同士だとこういうしゃべり方をするよねっていう、ね、その同動詞の活用とかあの主語とかも変わるんですけど、で僕、友達しゃべりのフランス語一切覚えてないんですよ。あのまあ、一応かよ読めるし、分かるし、聞けるんですけど、ただあの自分ではもう言わないようにしてるんですよ。あの、えー、とね アグネスチャンさんがあの基本誰に対しても敬語だったんですよ、ね、であの要は外人が誰に対してもため口を聞くっていうボビー・オロゴンパターンと誰に対しても敬語を聞くあので喋るっていうアグネスチャンパターンがあってで僕はその外国人であって言葉がうまくないのであればその誰に対しても敬語であるというアグネスチャンパターンの方が 不要なトラブルが避けられるし、その、要は、品がよく見えるんですよ。いや、その、普通だったら、その、ちとあいえっていう友達同士の言葉を使うのに、あえてその、無っていうのを使う、その、上品な、あの、礼儀正しい方を使うっていうのは、こいつわかってねえなって思われるけど、でもまあ、品があるし、上品だよね、ということで、処理されるんですよ。 で、僕はあの別にフランス語超いっぱい覚えて、ちゃんと覚えたいってわけではないので、もうその血とはいえ覚えなければ、覚える量減るじゃん。じゃあもうこれやめよっていう、そういう感じで、あの、で、日本でもあの旅口は、あの、仕事とかでもあの、年上年下限らず、あの、基本旅口使わないっていう言い方をしてください。なんか言葉いっぱい覚えるの大変じゃないですか。 えー、ヒルキさんで言いました。私はキツ音持ちの28歳男性です。キツ音のレベル的には日常問題ないのですか大勢の前だと詰まって上手に言葉が忘れられません。実家カテラでそこで仕事をしていますが、人前で話す機会が多くて辛いです。嫌な転職所ろっていう話ですが、兄弟おらず将来は手つ、手、えー、って寺を打つくことになっています。正直にげら出したいです。ヒルキさんのはどうやっておビびに言いますかまた人前で話さない仕事でおすすめの仕事ありますかよろしくお願いします。と、まず、大勢の前で話さなきゃいけないことが決まってないのが問題だと思います。 あの、例えばじゃあ、ハンネ神経を読んでくださいっていうので、ハンネラ見た神経を寄せ、ハンネラ見たみたいなのって、多分空で言えると思うんですよね。で、慣れてるから、多分そこでき音あんまり入らないと思うんですよ。 なので、その、言うべきことっていうのを毎回毎回合わせたりとか考えたりとか覚え直したりしなきゃいけないというのが問題で、もう人前で話すのはこれだっていうのを決めて、それだけを暗記して、それをやるようにしてください。なのでもうお経を読むように、いつも同じ話をするっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。